高社長のチームD大学。さあ、それではチームD大学行ってみましょう。今日のテーマは、仕事ができる人は〇〇を大事にする、できるビジネスマンの習慣とは。できるビジネスマンになりたいですよね。今回のテーマは、できるビジネスマンなら必ずやっているという習慣に着目しています。どんなテーマなのか、ズバリ掃除です。仕事ができる人は掃除を大事にする。さあ、皆さんは掃除と聞いてものすごく大事だなと思いますでしょうか。それともそんなテーマと思うでしょうか。もしもこの掃除の大事さに気づいていないとしたら、今回の動画はぜひ見ていただきたいですね。掃除をテーマにした大ベストセラーたくさんあります。こんまりさん、掃除の本で大ヒットをしまして、今やネットフリックスで取り上げられて、掃除をテーマにしたドキュメンタリーが大ヒットしている。そして夢を叶える掃除力ですとか、掃除や片付けをテーマにした本というのは毎年のようにベストセラーが出て、非常に需要のあるビジネスマンにとって押さえておくべきテーマなんですよね。もしも皆さんが掃除ができないとしたら、机の周りがいつも汚い、整理整頓が苦手、物をよくなくす、こういう特徴がある人は掃除ができないということですよね。皆さんの周りにもいないでしょうか。例えばパソコンのデスクトップ、掃除ができない人はパソコンのデスクトップが例外なく汚い。いろんなファイルが雑然と並んで、どこに何があるかわからない。きっとその人は、いや、自分はこの騒然としたデスクトップにどこに何があるか完璧に分かっているんだ、そんな風に主張するかもしれませんが、そんなものはただの言い訳なんですね。周りから見ればいかに掃除ができない人なのか、それを露呈してしまっている。皆さんのデスクトップ、皆さんの机の周り、掃除ができるかどうかは周りの人から見たら一目瞭然。掃除ができる人は仕事ができるということは、掃除ができない人は仕事ができないと思われているかもしれない。ものすごく損をしてるんですよね。本当はものすごく仕事ができるのに、掃除ができないがゆえに仕事ができないと思われているのかもしれない。もっと言うと、皆さんが掃除ができるようになれば、もっと仕事ができるようになる、そういうものなんですよね。ではどうすれば掃除ができるようになるのか、皆さんだけでなく皆さんの部下、皆さんの周りの人たちもどうすれば掃除をできるようになるんでしょうか。そしてそれ以上にもっと大事なのは、掃除ができるとなぜ仕事ができるようになるんでしょうか。できるビジネスマンはなぜ掃除を大事にするんでしょうか。この理由が分かると、自分の掃除力を上げられるだけではなくて、周りの人の掃除力を上げられるようになる。皆さんの部下を育てる上で、部下の掃除力を高めることができる。ということで、今回のテーマは、仕事ができる人は掃除を大事にするということについて解説したいと思います。それでは行ってみましょう。さあ、なぜ掃除は大事なんでしょうか。この理由を解説できれば、皆さんの掃除力は飛躍的に上がります。例えば皆さんがものすごく綺麗好きで、周りの人が汚好きである、そういう場合にどういうふうに言って聞かせれば掃除の重要性に気づいてもらえるんでしょうか。3つの理由で解説したいと思います。1つ目の理由ですが、生産性が低くなる。掃除ができないと生産性が低くなる。それはなぜかというとですね、実は人が探し物に使う時間、だいたいどれぐらいあると思いますか。1年間で探し物をする、あれ、あの資料どこやったっけな、あのデータどこやったっけな、そういう探し物の時間、いろんな会社が調査をしてまして、大塚商会さんとか文具メーカーさんとか、いろんな会社が調べていてですね、それによりますと、私たち日本人が物を探すのに使ってる時間、年間150時間使ってるらしいんですね。これはビジネスにおいてだけです。プライベートの探し物ではなくて、仕事における探し物が年間150時間。365日で割れば1日25分、仮に250日で割れば1日36分ぐらい。さあ、皆さんどうですか。お仕事の中で1日30分以上探し物をしていると言われて、確かにその通りだなと思いますでしょうか。もしそう思えるなら、皆さんはとても鋭いです。何を探しているのかというと、例えばペンとかメモ帳とかハサミとかノリとかの文具、こういったものを結構探しますよね。例えば営業先に行って、カバンの中からペンを探す、あ、ペンペンペン、あれ、入れたはずなのにないな、あ、ペン貸して、ペンないよ、そんな風に言ってる場面よく見ませんか。じゃあメモ取って、あ、メモ帳メモ帳メモ帳、どこに置いたっけな、封筒が届いてました、ハサミで切らなきゃ、ハサミがないぞ、ハサミどこだ、こういった文房具よく探してますよね。書類はどうでしょうか。あの会社の書類、提案資料作ってたんだけどな、印刷してたけどどうだったっけな、じゃあもう一回印刷しちゃおう、メモしたんだけどな、メモした紙がどこにあったっけな、ここだっけな、あれだっけな、あそこのメモしか取ってないんだよな、写メしてなかったな、机を引っ張り出して、何かの提出物や郵送物、
すいません、あれ郵便で送ったんですけど届いてませんか。あ、そういえばなんかそんなの見ましたね。どこにあるんだろう。さらにはデータファイル、デスクトップに並んだものから発掘をしていく。あ、ファイルの名前なんてつけたっけな、こんな名前だった気がするな、いつ頃編集したっけな、いろんなことで検索をかける。あの時のメール返信してないな、あ、メール検索しなきゃあれ検索出てこないぞ、あれはメールだったか、それとも LINE だったか、チャットワークだったか、メッセンジャーだったか、あれどこにあるかな、インターネットで見つけた記事、あの記事もう一回見たいな、どうやってやったっけな、検索をかけてみてなかなか見つからないな。こうやって考えてみると、人というのはですね、いかに探し物をしているのか、つまりですね、整理整頓掃除ができている人というのは、この探し物の時間を極限までゼロにしているということですね。してない人はこの探し物の時間にものすごくかけている。そうやって探し物に時間を使う人と使わない人の差が、押しなべて平均をするとだいたい30分ぐらい使ってる。ということは、掃除ができてない人はだいたい1時間ぐらい探し物をしててもおかしくないんですよね。掃除ができてない人は生産性が悪くなる。しかもそのことに、掃除ができてない人ほど気づいていないんですよね。騒然と散らかった部屋の中で、騒然と散らかった机の前で、騒然と散らかったデスクトップを前にして、これは散らかっているのではない、あるべき場所にあるのだ、みたいなことを言ってですね。でもそんな人の行動を見ていると、やっぱり探してるんですよね。探していませんか。皆さんの周りの部下、掃除ができない人たち、完全に場所が分かってるんだ、そんなこと言ってもですね、絶対そんなことありえないですから、まずは自分が探し物にどれぐらい時間を使ってるのか、この把握をしてみると、いかに無駄が多いのか、それに気づいていくと、ああ、それじゃいけないんだな。これが第一つ目の理由です。二つ目の理由なんですが、なぜ掃除が重要なのか。やはりですね、仕事ができないと周りから思われてしまうんですよね。掃除ができる人から見ると、掃除をしていない人の神経がわからないんですよね。なんでそんなに無駄な作業をしてるの。ちょうどですね、タバコをやめた人がタバコの煙が嫌になるようにですね、掃除ができる人、もうできるようになってしまうと、それは習慣になりますから、片付けをしないことがいかに気持ちがよく、いかに効率がいいかが分かってしまう。そうするとですね、散らかってるのを見て、よくですね、綺麗好きの人が汚好きの人を叱ってる場面ってありますよね。もっと片付けたら、もっと整理整頓したら、気持ちよく仕事できないよ、そんな風に言ってるシーンってよく見かけますよね。まさにタバコと同じなんですが、タバコを吸ってる人が自分がいかにタバコ臭いかっていうことをわからないんですよね。普通のタバコから電子タバコに変えた瞬間、元に戻れない、そんな話もよく聞くじゃないですか。掃除ができる人はもう分かってるんですよね。机が散らかるのはなぜか、部屋が散らかるのはなぜか、デスクトップが散らかるのはなぜか、それはその人の思考が散らかってるからなんですね。自分の考えを整理整頓できない、手に入れた情報を整理整頓できないということは、考えが整理できないんだと。いろんな仕事があっちゃこっちゃになっている。掃除ができないということは、ただ掃除ができないのではないと、他の仕事にも影響するぐらい、その掃除をするという思考そのものが人生を変えるんだ、ビジネスを変えるんだ、そういうことが掃除ができる人は分かっているんだということなんですね。そして3つ目の理由が、売上が下がるということなんですね。なぜ売上が下がるのか、それはこの後の理論でお伝えをするんですが、なぜ掃除が重要なのかというと、この3つの観点なんですよね。売上が下がる、つまりお客さんが減って売上が下がってるのに生産性も低くなっている、そして周りから仕事ができないと思われてしまう。こんなデメリットがあるのに掃除をしない手があるんでしょうか。むしろ掃除ができるならできた方がいいですよね。探し物に時間を使わなくて済む、生産性が上がる、仕事ができるように見られる、そして売り上げが上がる。だとしたらなぜ取り組まないんでしょうか。ただ面倒くさいから、ただ慣れていないから、やり方がわからないから、いろんな理由があると思いますが、これはですね、ビジネスマンとしてはやるべきテーマなんですよね。この散らかった状態があるべき姿なんだと言ってる場合ではないと、今すぐ自分の弱点だと認めて改善に向かった方がいいんですよね。さあ、なぜ掃除をしないと売り上げが下がるのか、このメカニズムをきちんと理解するとですね、本当に腹落ちをした状態で掃除力に取り組むことができます。この掃除の世界でよく語られること、ある理論があるんですけども、この理論絶対皆さん語れるようにしていただきたいですね。どんな理論かというと、割れ窓理論っていうんですね。割れ窓理論っていうのは、例えばですね、犯罪の多い場所で車を置いておく、普通に車を止めているだけならば何の犯罪も起きないんですけども、その窓ガラスが割れているとですね、その割れ窓が原因で車のパーツがことごとく盗まれてしまう。割れてない車は手を出されないのに、
割れ窓があるだけで犯罪者の犯罪してもいいという気持ちを誘発してしまうというですね、その割れ窓理論というものにニューヨークの市長が目をつけたんですね。もう数十年前の話になりますが、ニューヨークというのは非常に犯罪の多かった都市で、特に地下鉄ですよね。地下鉄というのがものすごく犯罪が多かった。日本みたいにですね、椅子に座りながらうたた寝しているともうすられる、恐喝される、おい金を出せみたいなことがですね、日常茶飯事だったのがニューヨークの地下鉄だったらしいんですね。でニューヨークの市長はですね、この割れ窓理論、掃除ができていない汚いことが掃除を誘発するんだという理論にのっとってですね、落書きを消していったんですね。当時のニューヨークの地下鉄というのはすごく汚かった。ゴミも捨てられていましたし、とにかく汚い、掃除がされていない、落書きがあってですね、もう汚い、そういう汚いものを目にするとですね、もっと汚してもいいんだという神経が犯罪率に関係してるっていう、そういうデータからですね、とにかくきれいにしていった、一駅一駅落書きをきれいにして掃除を徹底した。そうしたらそれと比例してですね、犯罪率がギューッと減っていった。きれいになればなるほど犯罪率が減っていく。人というのはきちんと整理整頓されて、ゴミが一つもない、落書きが一つもない、そういう環境下では犯罪を起こしたい気持ちがなくなるんだというデータなんですよね。それを市を挙げて取り組んで、クランリネス、清掃運動をした、掃除をしたら犯罪が減りましたっていうですね、ものすごい功績を挙げたというので、大変有名な理論なんですよね。割れ窓理論、窓が割れている、ゴミが落ちている、埃が舞っている、そういった汚い環境こそが犯罪を誘発してしまうんだと。もちろんですね、銀行強盗ですとか綺麗な場所で行われる犯罪っていうのもあると思うんですけども、全体の発生率で考えると綺麗な街というのは犯罪が減る、これはもう明確な相関があるんだっていうですね、そういうデータがあるんですよね。しかも犯罪だけではなく、うつ病も減ってきたと。つまりですね、汚い部屋、汚い街、汚い状態というのは気分もうつうつとしてくるってことなんですね。さあ、これは実はサービス業でも重要でして、飲食店でですね、きちんと掃除をされているお店とそうじゃないお店でどれぐらい食欲が変わるのか。例えば注文率、同じお店で同じメニューであっても掃除されている店の方が注文率が上がる、つまり客単価が上がっていく。これは単純にですね、汚いところに行って自分の目にホコリが入る、自分の目に汚れが入るとですね、食欲がなくなっているってことが分かってるんですよね。食欲や美味しさ、そういったものが視界から入るもので感じ方が変わってくるんですね。これは感覚的に見ても分かりますよね。例えば目の前にゴミが並んでて、そのゴミの周りで美味しそうなステーキがあっても食欲って分からそうですよね。仮に匂いがなかろうがなんだろうがですね、 YouTube でゲテモノを見ながらごちそうを食べるとか、食欲分からそうじゃないですか。人間というのは視界にですね、そういう汚いものが入ってると食欲がなくなってしまう。つまりこれも売り上げに影響するっていうことですよね。例えばコンビニの場合ですと、床の掃除すごく大事にしてるんですよね。もうピッカピカになって天井の光が反射している。そうするとお店に入店した時の印象がパッと明るい。それだけで実は犯罪率が変わる。もうお金に困ってですね、よしこのコンビニで強盗しようと思った人が、うわ綺麗だな、眩しいなと思うとですね、このお店はやめとこうと思う率が上がるそうなんですね。そして単純にもう顧客データを見ていると、きちんと綺麗にした時の方が来店客数が増える、滞在時間が伸びる、購入商品点数が上がるということが分かっているんですよね。コンビニっていうのは大体お店の大きさが同じ、大体お店の大きさが同じ、大体同じフォーマットでやってますから、何をしたらどういう効果が出るかっていうのがデータ化しやすい業種なんですよね。その中で床をきれいにするということがものすごく大事だということが分かってるんですね。もちろん床だけじゃなくて陳列というのもある意味では整理整頓ですよね。きちんと並べられたものかどうかによっても売り上げ変わりますし、雑誌コーナーでですね、雑誌の見出しがちゃんと見えるように並んでるかどうか、そういったことでも当然売り上げが変わるんですが、ただ掃除をされているというだけでも売り上げが変わる。これ驚きの事実じゃないですか。掃除というのは人間の無意識に影響してしまうんですよね。飲食店に行ってゴミの山ということはないですよね。ただなんとなく汚い、コンビニに入ってなんとなく暗い、そういったことを人間は無意識に察知をして、そのことによって来店頻度を上げたり、来店時間を長くしたり、食欲が増えたり、注文点数が上がったり、そういう影響を及ぼしているということなんですよね。じゃああなたの部屋はどうなんでしょうか。あなたの机の上はどうなんでしょうか。あなたのデスクトップの上はどうなんでしょうか。あなたの部屋や机、デスクトップは
あなたの心を映す鏡だということなんですね。皆さんの部屋がですね、散らかっているとしたら、皆さんの思考が散らかっている。整理整頓できていない。皆さんの部屋にトロフィーが飾ってあって、そこに埃が被っているとしたら、そのトロフィーがあなたの過去の栄光であり、そこに埃を被っているのが今のあなたである。あなたは自分の過去の栄光に埃を被せてしまっているんだ。そして整理整頓されず、雑然とした思考の中で、うつうつとした気持ちが湧き上がって、意欲が湧かない。思考がすっきりしない。意欲が衰えていく。そんな状態にしてしまってる。もしも皆さんの部屋が散らかっているとしたら、皆さんの心大丈夫ですか？心がごちゃごちゃになっていませんか？皆さんの心に埃をかぶってしまっていませんか？そんなことをですね、掃除に関するビジネス書は語ってくるんですよね。私はですね、この話めちゃくちゃ衝撃を受けまして、忙しくない時はいいんですよね。ちゃんと整理整頓して綺麗な部屋、当然気持ちいいです。机の上が綺麗になってる、とても気持ちいい。デスクトップが整理整頓されてる、とても気持ちいいですよね。でも忙しくなってくると、だんだんと雑然としてくる。あれどこやったっけ、どこやったっけ、生産性落ちてくる。だんだんと思考がごちゃごちゃしてきて、なんかすっきりしない、なんかワクワクしない、そんな状態に無意識に陥ってしまっているんですよね。なので、掃除ができない人は皆さんのためにもぜひ掃除をするべきだと、そういうことが言えると思うんですね。さあ、そこで出てくるのがトヨタ自動車の 5S という考え方なんですね。この 5S というのはですね、ビジネスマンなら絶対に知っておくべき5つの S。 これ何か分かりますでしょうか？一気にいきます。整理整頓、清掃清潔しつけ。整理整頓、清掃清潔しつけ、これはですね、もうスムーズに言えるようにしてください。そしてその意味はどういう意味でしょうか？整理と整頓の違い、これはですね、ぜひ押さえておいていただきたいんですね。整理と整頓って何が違いますか？ちょっと整理してください、ちょっと整頓してください、すごい似てる言葉じゃないですか。でもこれは 5S の中で言うと全く違う言葉なんですね。整理というのは何かというとですね、不要なものを捨てることを整理というんですね。整頓というのは、あるべき場所に置くことを整頓というんです。つまり皆さんの部屋の中でいるものといらないもの、これを明確に分けるんですよね。いらないものをまず捨てていく。断捨離という言葉も流行りましたけども、いかに捨てるか。この捨てられないからこそ物が溢れてしまって、いらないものなのにいるものなんじゃないかということで散らかってしまう。まず整理から始めるんですね。いらないものをなくしていきましょうよ。こんまりさんがヒットしたのはですね、この捨て力なんですよね。もうどんどん捨てましょう。実はいるように見えていらないんですよそれは、ということでどんどん捨てていく。じゃあどういう基準で捨てたらいいんですか？こんまりさんの基準が面白いんですよね。ときめくかどうかということで捨てなさいって言ってるんですよね。散らかったものを拾い上げてですね、これを見ているかいらないか、それが判断できない、そういう人多いですよね。でもときめかなかったら捨てていいですよと。うわーこれすごく大事だな、あーときめくわーと思ったら捨てないでおいて、あーこんなこともあったっけな、ちょっと面白いなぐらいだったら捨てて、どっちともつかなかったらもう一応中間ボックスに置いといて、でももう一回見直して、やっぱりときめかなかったら捨てようよということでですね、ネットフリックスのドキュメンタリーでもこの場面がすごく人気があってですね、人って全然捨てらんないんですよね。そのネットフリックスのドキュメンタリーでは、掃除ができない家族を取り上げてですね、で掃除ができないっていうことは心が乱れてますから、関係性も悪かったりするんですよね。その関係性が悪い夫婦、その夫婦のところに乗り込んでいって、こんまりさんがですね、いろいろ話を聞くんですね。うちの旦那はこうで、うちの奥さんはこうで、そういう問題を聞いて、あなるほどなるほどと言いながら、じゃあ掃除しましょうということでですね、その部屋を掃除始めるんですよね。その捨てるシーンが面白いわけですよね。じゃあこれも捨てましょう、うわそれ捨てるんですか、んでも確かにときめかないかもみたいな感じでですね、もう捨ててってギャーギャー言う。それバンバン捨てていくとですね、まあ、整理整頓されてすごいスッキリするんですよね。掃除の第一はまず捨てること、その上で整頓、あるべき場所に置くというんですが、よく定位置定量という言葉は聞いたことありませんか？サービス業でもよく使うんですが、定位置、あるべき場所に定量、あるべき量を置くというんですね。さあ皆さんの持ち物は置くべき場所が決まっていますでしょうか？散らかった資料を取り上げて、これはどこに置くのか、その置く場所が決まっていないから、とりあえずここ、とりあえずこことなって散らかってしまう。不要なものを捨てた上であるべき場所に置く、これが整頓ですね。この整理と整頓ができるだけで相当綺麗になるんですね。その上で清掃、ゴミなし汚れなしの状態にするということ。整理整頓をせずに清掃だけしてもやっぱり綺麗にならないですよね。清潔というのはゴミなし汚れなしの状態を保つということ、しつけというのは決められたことを守る習慣をつけるということ。さあこの 5S なんですけども、これがですね、組織単位で守れていたら素晴らしいと思いませんか？いらないものが一切なくて、
決められた場所にしまわれていて、使ったら元の場所に戻す、ゴミがなく汚れがなく気持ちいい、それが保たれている、そしてそれで決めたルールが守られ続けていく、そんな風になったらものすごい気持ちいい職場になるんですよね。さあ、推奨ワークということで今回の学びをどう生かすか3点でお伝えしたいと思います。1つ目はですね、掃除の重要性をきちんと共有しようということ。ぜひですね、探し物に使っている時間、これを算出してみていただきたいんですね。いや、俺はこれでいいんだ、そう思ってる方にですね、この動画を見てもらって探し物に使っている時間を算出してみましょう。きっと本人は気づいていないレベルで探し物をしてるんですよね。なので1回算出してみて、それでも気づけなかったら、もう一回探し物してる瞬間に、あれ今探し物してるよね、そんな風に気づかせてあげてみてください。そして割れ窓理論とは何なのか、汚れているということが人間の無意識にどういう影響を与えるのか、あなたの汚れた部屋、散らかった机、煩雑なデスクトップがあなたの無意識にどれだけ影響しているのかっていうのを知ってもらってください。その上で 5S、 これを共通言語としてぜひやってみましょう。そしてですね、掃除ができている世界、これを体感してですね、タバコをやめた人が戻れないように、この世界から抜け出れない、それを味わっていただきましょう。さあ、まとめということで、この言葉で締めたいと思います。整理整頓の力、仕事ができる人というのは掃除を大事にします。それはなぜなのか、いろんな理由を紹介させていただきました。生産性が上がる、仕事ができるように見られる、売上が上がる、もちろんそれはあるんですが、究極のことを言うと思考が整理整頓される、このことの価値が私は非常に多いんじゃないかと思うんですね。皆さんの思考は整理整頓されていますでしょうか。皆さんの記憶は整理整頓されているでしょうか。皆さんの知識、情報、アイデアは整理整頓されているでしょうか。もしも皆さんの知識や情報やアイデアが整理整頓を常にされていたら、必要な時に必要なものを取り出せる、学生時代に学んだこと、社会人になって学んだこと、さまざまな経験をしてきて、いろんな知識、見識を身につけてるはずなんですよね。でもそれを最適に引き出せないとしたら、とってももったいないことですよね。そしてそれが精神の意欲にも影響している。掃除というのは部屋や机やデスクトップを掃除することだけではなくて、皆さんの思考を整理整頓するという効果があるんだ、そのことを信じてぜひ取り組んでみてください。皆さんは組織の悩みを一つでも解消することを祈っています。高社長のチームリー大学では、組織へ悩む人を一人でも減らすことをテーマに動画を作っています。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンをぜひお願いいたします。コメントもお待ちしています。組織の悩みに対するご相談、お仕事のご依頼はホームページの問い合わせフォームからお待ちしております。それではまたお会いしましょう。